ニクマロロ島とは、キリバス西部、フェニックス諸島に属する島。以前はガードナー島と呼ばれていた。典型的な干渉島であり、長さ約6キロメートル、幅約2キロメートルの細長く小さい島である。赤道上世界一周飛行に挑戦中だった、アメリカ合衆国の飛行士、アメリア・ヤハートが遭難したのはこの付近であると考えられている。 遭難から3年後の1940年の捜索で白人女性のものと見られる骨が見つかっているが、当時の技術ではアメリア本人のものとは特定できず、さらに第二次世界大戦中の混乱で骨も紛失してしまっている。2007年にタイガーという研究グループが古い女性用の靴や化粧用品の残骸と見られる遺留物を本島で発見しているが、 アメリアのものである証拠は得られなかった。2012年には、周辺海域のソナー調査で機体の瓦礫らしきものが見つかり、後にアメリアの愛機であったロッキードエレクトラ1 e の部品であったと判明している。また、2018年には、骨格の再調査が行われ、肉マロロジまで1940年に発見された骨がアメリアのものであった可能性が高いとする。 研究成果が発表されている。以上の様々な状況から、アメリアが遭難の末にたどり着き、最後の時を迎えるまで過ごしたのは、この肉ろ路島なのではないかという説を支持する人が多い。ありがとうございます。